ティンと武田ラリサタゴのラリルーレラ。初日の出だな。いいもん見たな。今年いい年になりそうだな。ですね。明けましておめでとうございます。お正月です。お正月ですよ。放送日はもう10日やからな。みんなもう仕事してる頃かもしれないけど。めでたく枝ゆ年始まります。始まります。枝ゆ年。枝ゆ年。この生き物は何なんでしょうね。何なんでしょう。何なんでしょう。うん？何なんでしょう。枝ゆはどこに書いてあるんだろう。枝ゆ。枝ゆ。これかな。なんかあ、そうだ。竹に見えるけど。それが枝なのかな。まあ枝かもですね。年賀状当たった方は届きましたかね。あ、届いてますか。ねえ。枝ゆの。届いてるよ。届いてるよ。届いてるよ。パクパクパク。飲む食う。の食い。私は草しか食わんよ。私は飲む食う。飲む食いますよ。何でも食うな。ということで、2022年最初のラリルーレロです。年末にはあれもありましたね、きっとね。あ、そうだ。31日には毎年恒例の。じゃあみんな今きっと綺麗な体で新年を迎えてるんですよね。煩悩をなくして無の境地でまたこのラリルーレロを1年間楽しんでくれるという、だからより一層さっきの初日の出も心に染みたんじゃないかな。ああそうですね。煩悩をなくしたからこそあんな美しいもの、女性声優の初日の出なかなか見られないよね。なかなか見られない。ここでしか見られない。言葉だけでは意味もわからない。言ってこう言ってこうみんな言ってこう。ツイッターとかで女性の初日の出、なんか女性の初日の出はちょっとなんかちょっと意味深な。せっかく今なんかピュアな気持ちだったのにちょっと煩悩出てきた。あ、ダメだダメだ。モンモンしてきました。ちょっと良くない。じゃあちょっと新年一発目なのにちょっと爽やかに始めたかったね。新年一発目の邪心が入ったところで本編いきますか。それでは本編どうぞ。せーの、私の顔は何度まで。よし、まずはメールをご紹介しましょう。ぞっこさんからいただきました。ありがとうございます。ルーちゃん、ダリちゃん、ダリルーは、仏の顔も3度までということわざがあります。仏様は3度まで許してくれるようですが、仏様以外、例えばラリ様やルー様は一体何度まで許してくれるのでしょうか。検証お願いします。受けたまわりました。というわけで仏の顔も3度までの検証を行いたいと思います、改めて仏の顔も3度までとは、仏の顔も3度なずれば腹立つを省略したもので、仏様も顔を3度なでられると怒るということが語源になっています。ただちょっと待ってください。何ですか。そもそも3度なでると言ってますけど、一度なでるっていうのはどれぐらいなんでしょう。一度撫でるの3度分ですから、人によってその1度が違うかもしれない。そうなんですね。これかもしれないし、これかもしれないし、一度の定義があやふやなんですよ。ということで今回は仏の顔も3度までの3度とは具体的にどれぐらいなのか、まあもっと言うと1度とはどれぐらいなのか数値化してみたいと思います。温和な人、仏っぽい人で試す必要があるので、ルーさんが適切だと作家さんは考えました。ありがとうございます。この2人のうちより仏に近い方はルーさんだと。ということでことわざが正しければ、私がルーさんの顔を撫でてルーさんがイラッとした時ちょうど3度撫でたことになります。それが3度になる。そう、イラッとしたらもう3度なんで、なんでそのイラッとしたものを3で割ります。それが1です。はい。やってみましょう。やってみましょう。我慢しない。もうすぐイラッとしたら、はい、すぐ言う。ね、ということで今回はソーシャルディスタンスなでとしてこちらの柔らかいトイレットペーパーをご用意しました。これをルーさんの顔になでつけていきます、はい、イラッとした時が3度ということです。わかりました。これもう出ちゃってていいの？こっからここぐらいから、ね、こっからスタート？じゃあいきます。なでていきます。あれあれちょっとあれあれ場所が悪かったわ今。場所が悪かったわ。3回ぐらいやりますかこれ。うん、なんか平均値取りましょう。でここかな？うわーい、これが3度？わかりますか？あ、でもこれもう1度だからこれちょうど今3。ちょうど3枚だったんです今。それが1度だ。これが1度です。場所が悪かったな。1度目の1度は23センチ。23かが1度。1度。では2度目。2度目の3度なでるをいきます。お。全然嫌じゃない。おお、やっぱ当たりどころなんですかね。顔外れちゃう。仏の顔だから顔じゃないといけない。顔を向けなきゃ。あ、全然嫌じゃないね。我慢してないよ。我慢してないけど全然嫌じゃない。嫌じゃない。あ、すごい。仏だ。全然嫌じゃない。おお。どうなったら終わるの？ルーさんがイラッとしたら。イラッとす。まだ。いや、いいんですよ。しなかったら無限に続くだけです。ちょっとやだね。おお。ちょっとやだった今。ちょっと目に当たると嫌なのかな。なんか引っ張られてうってなった。じゃあここ。長っ。これを平均出しといてよかったね。1回だけじゃなくて。確かに全然違う。1回目とこれをちょっと3等分にしなきゃいけない。手伝う。よし。これかな？これだ。これを測ります。あれ？足元、あった。上持ってるね。はい。はい。2回目は。お。140だと思います。これは。ほう。140センチ、すごい。140センチ。これどうする？これだいぶ違うな。床置いとこ。はい。じゃあ最後の3回目。なでます。はい。うわあ。今嫌がりましたね今。じゃあここだ。あれ？またちょうど3枚かも。ってことは1度目と一緒だ。23センチ。23+23+140÷3。わあ。62センチ。62センチが1度。決まりました皆さん。かつてありますか？1度が何センチなのかって。でこれが平均というか基準が決まったわけですよ。仏様は仏は62が1。じゃあこれを基準値として果たして武田ラリサタゴは何度なのか。あなたの顔は何度までなのか。62センチ以下だったら一度もダメってことです。せーの、惹かれろー。はい、惹かれろを募集していたんですね。早速いっぱい来ております。紹介していきます。お願いします。ペンネームきのかなさんからです。ありがとうございます。ラリちゃん、ルーちゃん、ラリルーはー。ラリルーはー。今回の募集テーマは惹かれろですが、そもそも毎回数百人はいると言われているご新規の視聴者の方々にこの番組は惹かれているのでしょうか。惹かれているのでしょうか。どっちだ。どっちだ。言葉にすると一緒だからね。一緒ですね。惹かれているのでしょうか。惹かれているのでしょうか。どっちなんでしょうか。なんだかんだ毎回視聴させていただいている私はきっと惹かれているのだと思います。惹かれているのだと思います。ご新規の皆様方はどうなのでしょうか。惹いていませんか。ご新規の方もそうじゃない方も惹かないでいてくれたら嬉しいですね。それでは。なるほど。なるほど。これは気になります。気になる。これはね、ラリルーレロは生配信なので、アンケート作ってもらった。1、惹かれろ。2、惹かれろ。ラリルーレロに対してどっちなのか。アンケートどうします？惹かれろの方が上だったら。みんな答えていいの？みんな答えていい。ご新規様だけにする？あ、そうですね。でも毎回数百人いるからご新規様だけでもいいですよね。そうね、そうね。毎回数百人ご新規様いるからね。じゃあご新規さんだけ今。自分がご新規だと思う人は、自分のご新規だと思う人は信じてくれて。じゃあ一応2パターンと。じゃあまず惹かれろが1位ですって。あ、もう取ってる？あ、もう取ってるか。もう取ってる。惹かれる。そうなんですね。まだ番組のこと分かってないから、もっと見てもらわないとダメだね。何回か見たら癖になりますよね。そう、見てもらって。テツでツイキツ。惹かれるが一番です。やっぱそうだ。嬉しい。いや、分かってるな。これからもどんどん引きつけられるように頑張っていきましょう。オッケー。終了。きのかなさんもきっと分かったでしょう。これで分かったでしょう。すっきりしたでしょう。終了。続きまして、ラライボさんからいただきました。ありがとうございます。ルーちゃん、ラリちゃん、ラリルーは。突然ですが、お二人は膝小僧が増えたことはありますか？何その話？話は痛い話なので置いといて、私の惹かれろですが。気になる異性にプレゼントをしたところ、あーと一瞬惹かれたような表情をされたことです。あの時負った心の傷は車に惹かれて膝小僧が増えた時（全治2ヶ月）と同じくらいの痛みでした。話置いといてないじゃん。最後に結局するんかい。全貌が痛そう。どっちも痛そう。痛いね。心の痛みも痛いよ。でも異性にプレゼントって惹かれるぐらいどんなプレゼントしたのだろうね。何したのっていう、なんかもうめちゃくちゃすごすぎて引いたのか、なんか虫とかだったから惹かれたのか、それがなんかこれを私に渡してどういう意味みたいな謎なものとか、なんか綿棒とか綿棒私普通に嬉しいよ。でも異性から突然「ルーさんこれ」だって気になってる異性にあげていますから、きのかなさんは。これよかったら使ってください。お、すごい意味深な感じで使ってくださいでしょ。別に綿棒なら私も日用品だからさ、なんぼあってもいいから。これはじゃあルーさんだったらこんなんなんぼあってもいいから。じゃあ何あげたんでしょうね。そうよ、惹かれるものってね。僕写真集それは引くね。ラライボさん写真集ってこと？そういうことです。僕をとりあえず候補にいかがですかみたいな。でもそっか、事務所とかならいいけどね。僕はこういう人間です。気になる事務所にだといいけど、確かに異性に。でもなんか案外驚かれただけで惹かれてないと思います。そうかもしれない。今日も私ルーさんにそのなんかライブお疲れ様のグッズをサプライズでバスグッズを出したら一瞬ルーさんが引いたような目をした気がして。引いてないんだよ。えーってこの「えー」がそうあ、引かれたって一瞬思ったんですよ私も。だから多分実はただ驚いてるだけで女性サイドはそうかもしれないよ。引いてない可能性があります。今日私にもプレゼントをくれたけどスタッフさんにもプレゼントしたよね。そうなんです。スタッフさんに私これをプレゼントしたんです。じゃんじゃん。ラリルレロスタッフ T シャツ。ちょっとルーさんへのオリジナル T シャツを作った時に、スタッフさんがみんなもよだれ垂らしてたんでいいなーっつって欲しがってんなーと思って。でもルーさんのお誕生日は12月21日 T はもうルーさんだけのものなので、ちょっとスタッフさん用に特注でレロ色のラリルーレロスタッフ T を作ってきました。これいつかイベントしたらね、スタッフさんみんなこの T シャツ着てる。あ、確かにスタッフ T として配りたい。でグッズでも販売しよう。でもレロっ子たちはスタッフじゃないからスタッフ抜いて、確かにラリルレロだけで日付とかまあなんか入れてみんな緑色をね買ってもらって、そう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 。あ、でも赤と青をでもいいですけどね、半分にこう割れて半分赤、半分青みたいな仮面ライダーみたいな感じでやってもらってもいいかも。いろんなカラーを売り出しておのおののラリルーレロを楽しんでいただいて、グッズいっぱい出したい楽しみにしていてください。やる予定はまだないです。じゃあ今年の抱負はそれだね。あ、そうしましょう。今年のパーソナリティの個人的な抱負、イベントをやりたい、T シャツを売りたい。売りましょう。はいはい。あ、もう一ついけるかな。あ、こんぐらいか。あ、いける。もう一ついきます。ペンネームカバの歯ブラシさんからです。ありがとうございます。ルーちゃんラリちゃんこんばんは。ラリルーは新年だからって気を抜いてたな。ラリルーは私が惹かれた話です。先日ジョギング中に地面のへこみに足を取られて派手にすっ転んでしまいました。散歩をしていたおばあちゃんの目の前で恥ずかしさを感じつつも、もしかしたらびっくりさせたり心配させちゃったりしたかなと思い、起き上がっておばあちゃんの顔を見てみると完全にドン引きしていました。そりゃ大の男が目の前で突然こければそうなりますよね。おばあちゃん驚かせてごめんよ。幸い大した怪我もなく、ちょっと足と心をすりむいただけだったので何事もなかったかのようにそのまま走り去っていきましたとさ。でもたまにいる。あれって引いてるのかな。びっくりしてさっきと一緒なんじゃないかなと思うんだけどね、びっくりして大丈夫かな、でもなんか声かけるとさらになんか恥ずかしいかなって自分だったら声かけられたくないもんね。いやー、どっちなんだろう。いたたまれないのはいたたまれないんですけど、大丈夫ですすいません大丈夫ですってならない。恥ずかしいからなんかバッて驚かれておみたいな感じで過ぎ去られていくのも恥ずかしいし、まあどっちも恥ずかしいのか、どっちの方がマシなんでしょうねこれって。これ検証するしかないね。これ検証できるんじゃないですか。どっちが恥ずかしいのか、もう5秒ぐらいの一瞬の検証しましょう。2パターンやってどっちが恥ずかしかったか、これはもう検証行きです。ありがとうございます。本当かな。そして次回のメールテーマです。次回のメールテーマは慣れろです。はい。新しい環境に慣れろとか。2022年慣れましたかも。慣れましたか？令和4年ですよね。あと今日なんか成人式らしいですね。10日ね。今日成人式らしいので、なんか大人になってこれからこれに慣れていきたいなとか、そういう慣れろなエピソードをお待ちしております。お願いします。メールは番組の公式ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。以上、ひかれろでした。右手にこちらを持っていただいて、引っ張りますね。お願いします。顔にね、顔にね。あなんか気持ちいい。気持ちいい。なんか気持ちいい。もうちょっとね。はい。横に。ここから、はい、横に。なんかすごいトイレットペーパーってこんなに肌触りが良くて気持ちいいな。うわどうしよう、楽しいですけどこれ。わあ。待って、竹田ライサ多分の方がほっとけ切ない。まだ続いているので、あ、終わらない。え、これ私多分なんか別に気持ちいい。寝れそうです。トイレットペーパーの擦れる音が波のさざめきのよう。ああ。めっちゃリラックスできます、これ。そんなことある？はい。なんか心なしかいい匂いもする。いい匂いだよね、トイレットペーパーね。トイレットペーパーのいい匂いがするような。ああ。ああ。ああ。でも今途切れたのにイラッとしました。この気持ちよさが終わってしまったことに。終わってしまったというイラ。じゃあ何度まで。ちょっと待って、こんなに。何度までだった。何度までだ。私の顔は何度まで。何度まで。これをまず。何センチだったか測って。何センチだったか測って。62で割ると。これを何度だったかが出るから。長さを測ってこの商品ページの全体からルーさんの顔を引いた方が早いので。1メートル測って折ってく。なるほど。確かに最初に1メートル測ればいい。1メートル。あ、じゃ。はいはいはい。ここが1メートルなので。ああ。これをこうしてこれをひたすら折っていく。オッケー。何折りしたか。途方もな。どっちかっていうとこんな企画をやらねばならないことの方にイラってする。確かに。これを折らねばならないことの方が3メートル、4メートル、4メートル、5メートル。41メートル、42メートル、43メートル、43メートルと44メートルと、このあまりも44メートルと54、あ。20センチだ。4420センチ。計算してください。こんな数のトイレットペーパーを引き出してしまったことに申し訳なさが今。これあみあみスタジオのお手洗いに置かしてもらいましょう。皆さん。あ、水こぼした時用に。あ、じゃあラリルーレロの水こぼした時より取っといてください。これゴミ袋に入れて取っときましょう。出ました。竹田ライサタゴが何度なのか。私は何度ですか。出ました。71.3。竹田ライサタゴの顔も71.3度まで。すごい。71までか。72はもう切れてるから。あ、でも仏も3度は切れてるってことだから、そうか、70。3の段階ではもう切れてるから、71までは大丈夫。じゃあ72まで。武田来佐太郎は72回まで撫でていいってことです。72の段階ではもう切れてます。72は切れてるから、72の途中でも切れてる。71までは大丈夫。みんな撫でていいよ、武田来佐太郎のこと。71回71回撫でていいよ。だいぶ仏だわ。あ、今72回目が来た。怒ってる怒ってる。気持ちいいんだよね。基本気持ちいいけど、私は当たりどころが悪かったから切れちゃった。なんか全然大丈夫でした。感覚が鈍いのかも。じゃあ皆さんももう数値は出てるんで、何でしたっけ、62センチが1度なので、自分の顔が何度なのか、ぜひ試してみてください。はい。この番組ではいろいろな企画に挑戦していきますので、こんなこともやってほしいというものがあればメールで教えてください。メールは公式の番組ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。公式ツイッターのアカウントは@LU_レロです。R だったり L だったり面倒なので、番組のツイッター名で検索してください。皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思いますので、ふつおたも送ってくださいね。よし、そしてこの番組には「あみあみチャンネル」会員の皆さんだけが視聴できる動画もあります。金額は税込月額550円です。本編ではお見せしていない企画の一部を会員限定でお見せしちゃいます。過去の本編動画やあみあみチャンネル限定の動画、他の番組も視聴できるので大変お得です。それでは今回の話は以上で、言い残したことはありますか？ないです。なんか全然自分が何言ってるか分かんなかったです。ちゃんと言ってたかな？言ってた言ってた。大丈夫大丈夫。言い残したことはありますか？ないですないですないですね。ということで、この番組は各週月曜日更新です。次回の配信は1月24日月曜日の22時30分からです。というわけで、お相手はムーディンと武田来佐太郎でした。バイバイ。